マリー・クロイヤー、または、マリー・クロイヤー・アルベーンは、デンマークの画家である。デンマーク最北端の町、スケーンに集まった画家たち、スケーン派の代表的画家、ペーダー・セベリン・クロイヤーの配偶者であったことで知られる。後に、スウェーデンの作曲家、ヒューゴ・アルベーンとも結婚した。マリー・クロイヤーの肖像画ペーダー・セベリン・クロイヤーが、コペンハーゲン、ヒア・シュプロング美術館、 所蔵1892年頃のクロイヤー夫妻、フレズレクス棒で織物会社のドイツ系の技術監督の娘に生まれた。子供時代の友人にタバコ会社で成功したヒルシュスプルングの娘がいて、ヒルシュスプルングは美術家のパトロンとしても熱心で、後にマリーと結婚するクロイヤーの才能に注目し、支援していた。マリーは幼い頃から海外に興味を示し、 画家になることを目指した。当時、女性が画家になる訓練を受けることは難しかったが、両親の支援を受けて、1880年代にカール・トムセンから個人授業を受け、16歳の時、モデルを務めた有名な女性肖像画カベルタ・ベイクマンにも助けられた。絵に興味のある若い女性を集め、スタジオを借りて優れた画家を招いて教えてもらうことで、 個人授業にかかる費用を少なくするなどした。教師を務めた画家には、ラウリッツ・トゥクセンや、クロイヤーもいたが、クロイヤーはこの若い女性画家学校を認めていなかったし、マリーと親しくなることもなかった。1880年に、ヒルシスプルングの息子と婚約したが、憂鬱な性格に嫌気がさして、すぐに婚約は破棄された。1888年12月に、 アンナアンカーとパリに出て、ピエール・ピュビスド・シャバンヌのアトリエで学んだ。スケーン出身のアンナとは、中世の友人となる。パリでは、ギュスターブ・ブクールトワや、アルフレッド・フィリップ・ロルにも学び、印象派から強い影響を受け、自らの画風を確立することになった。デンマークのアカデミーの美術展ではなく、1891年の自由美術展に初めて出展した。 デンマークの画家ハラルドスロットイコールモラーと妻になるアグネス・ラムブシュと申したしくなり、アグネスは生涯にわたってマリーの美術活動を応援した。新しい文芸活動を推進した、批評家の芸はブランデスや詩人のシャンドルフ夫妻には娘のように可愛がられた。パリに出て間もない1888年12月、パリのデンマーク人の集まるカフェでクロイヤーと再会し、 恋に落ちて婚約し、1889年5月、仕事を辞めて、ドイツのアウクスブルクに戻っていた両親の家で結婚した。新婚時代は、中の漁村、ステンボアーグで過ごし、ピーエスクロイヤーは、一連の彼の絵の題材となる妻の、肖像画の最初の一枚を描いた。その後イタリアを旅し、アマルフィア・ラベロ・ラベロを訪れたが、病気になり、旅行中に絵を描くのをやめた。 この旅行中にイタリアを少女を描いたマリーの絵が残されている。1890年12月にデンマークに戻りコペンハーゲンやホアンベクで過ごした後、1891年5月にスケーエンを訪れた。その後数年間は夏はスケーエンで過ごし冬はコペンハーゲンで過ごした。スケーエンでは初めはアンナアンカーの兄の営むホテルで暮らしたが、 1894年に家を借り、1895年には自らの家を建てた。妻とスケーエンで過ごした1890年代は、P.S. クロイヤーにとって最も美術的成果の高い時代となった。結婚によって、マリーの画家としての野心は明らかに減退し、スケーエンで描かれたマリーの絵は極めて少ない。代わりにスケーエンの別層の調度を整えたりして、 過ごした。1895年に娘が生まれると、鬱に陥り、しばしば頭痛を訴えたとされる。ピーエス・クロイヤーも精神的に不安定となり1900年から精神科に入院するようになった。夫婦で過ごす時間は減り、それぞれが一人旅をする機会が増えた。ピーエス・クロイヤーの描いたマリーの肖像画を見て、マリーに憧れていた。 作曲家のヒューゴ・アルベーンとベルリンで会い、5歳年下のアルベーンと関係を持った。マリーは夫に離婚を申し入れるが、夫は拒否し、多くのマリーの友人はマリーから去った。離婚が成立し、1905年にアルベーンの子供を産み、1907年にスウェーデンでアルベーンと同棲した。1909年に PS ・クロイヤーが没した。 1912年に正式にアルベエンと結婚するが、二度目の結婚もうまくいかず1928年にはアルベエンが離婚を申し出、1936年に離婚が成立しその後は娘とストックホルムで暮らした。2012年、デンマークスウェーデン合作の電気映画、マリー・クロイヤー、放題、マリー・クロイヤー愛と芸術に生きて、英語の題名、 ザパッション・オブ・マリエが作られた。ありがとうございます。